ついな。おい、上見て上、UFO。UFO、警察一人やってる。お、UFO、UFO だよ、あれ UFO。関係ない人死んでるわ、これ。私、ずーっとあの、喉仕事おりました。あ、いいんだよ。すいません。見てた UFO。道路下に。見てました、見てました。あ、よかったよかった。ゆがみは大丈夫ですか？うん、歪み、はい、ああ、うん、聞こえるよ。ジオニーピックですか？はい、ありがとうございます。あ、違う。650万か。橋戸川出れる？あれ、ネルドの手倒されてますね。今ね、ヘイトカメ出るけど。あ、そしたらじゃあ、私をお任せするイオン向かっても大丈夫ですか？はい、いいよいいよ。はい、それじゃあ行ってきます。俺がとにかく、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。カバーしてこれ。どうしました？今日、どうでしたか？めっちゃヘイトかってる。いや、でもね、マジで強かった打ち合い。本当に？ずっと隠れてたの、君。え、隠れてた？僕？ああ。キャラもかわした。いいハイドだったよ。ヘリに追われてはない。あれだよ。頑張るように。向こうに行ってんの。カジノ側今出るのきついぞ。気づけよ、もっと早い段階で。わかるのはちょっと。募集率あるかな、なんか。出れてない。まだ四つ股に。めちゃくちゃある、ロケット。僕らの弾も募集できま。両方まとめると、四つ股にトナカイダウンと。50発ぐらいあるよ。やばい、18今18も持ってたんだ。だから重かったんだからな。あまりにも取りたい衝動に駆られて一瞬持っちゃった、うん、これあの見せつけるためにロケラン持ってたのに弾だけ持ってるからね。最悪。性格悪。性格悪。見せつけるためにこれ持ってるから、ね、マジかよ。この前なんかもうロケラン警戒されすぎてさ、なんか死人された瞬間に猫マンゴーとミコだなんか山まで追いかけてきたって。やばすぎ。今回珍しく中配置だったからね。暇だった。そうだね、ロックそれかバイクで突っ込むからその間撃って殺せる。なんか楽だった。毎回毎回意外と作戦が違うの。なんかね、結構ノリで決まってるよ。ノリで、うん、な足りないとこに入ってる。あー、なるほどね。バイク乗るよ。ギャングによってやっぱ違うからさ、やり方が。あ、オッケーです。じゃあ他の場所どんなやり方するの？どんなやり方？でもイメージ的な、イメージ的に逆に中配置少ないとか、もあるんだ。ラーク多くて中少ない。ダーク多めだったりする。フロンもあるしね。ありがとう。お願いします。この人セクハラです。はい。もみちゃんセクハラしません。ミルさんにセクハラされました。また。してません。やめてください、言いがかり。さんがさっき狙ってた人はコンビニの方にいました。CPU も脱がされました。違う、ね、違う、ね、自ら進んで脱いでた。最近ネルさんはすごい。どっからも買ってる。カジノが奪った。違うね。ネルが僕の服を奪った。嘘だ。なんてことするの、ネルさん。やってないで、おい。押収されたわ、僕も。押収してないよ。男性の肉体美が好きって方はいるっぽいもんね。いや、違う、やめて。僕はなんか変なことしてないから、やめて。ちょっと押収しないで、ネルさん。ネルさん、ちょっとやめてよ。押収してる。ネルさんやめて。おい、こら。押収してる。ちょっと俺それ乗りたいかも。あ、ひどい。朝が残んない、朝が見えない場所に。ひどい。自ら脱いだじゃん。マスクだけやめてください。やらない、やらない、やらないって。もみさんありがとう。ごめんね、巻き込みたくないから早く脱がされる前に。いやいや、やめて。もみちゃん、僕のイメージやばいって。ポットで最終カジノ側から出る。切るんかい。よし、ほな刑務所行こうか。カジノ側に、カジノ側の外にプリズン行こうか。ほならね、僕結構時間経ったな。50分でいいかもな。僕も結構経った。2分。いや、それはやばすぎ。ちょっと待って。でも、ネルセンって可愛いよな、よく見るとな。可愛い。泣き袋も似合ってるし、可愛い。似合ってる。可愛い。あー、可愛いよね。うん。耳も可愛いし。なんか、言いがかりつけてきたことだけ。整ってるな、やっぱ。パチスロうまそう。開けてんだよ、ずっと。いや、でも、ずっと負けてるけど、挑み続けてるってのは、ある意味、まだ勝負が終わってないってことじゃない？あー、確かに。まだ負けてないんじゃね？まあ、こっからか。そう。だって、そっからね、爆当たりあるからね。最近のホットな台は。やった。これ、知らない。わかんない。何それ。あ、すみません、バジリスク絆天然です。バジリスク通ってないんだよね。ビビ、あのそれ俺、それ俺、あれ、バルブレーブ打ってください。あー、ブブブですね。白い顔、早くハラキードライブしてよ。待って、でもちょっとごめん、話しすぎて短くするわ。話しすぎたから短くする。ちょっとだけね。うん、本当に40分でいいと思う。あー、その間の50分。PUA 顔って。
僕が50分するからじゃあ CP は40分にしてあげて。45分やな。じゃあいや僕が50分でいいよ。じゃあ2人45分。じゃあ2人45分。俺もカモで風の前だ。僕が来た時にはもう裸だったよ CPU。 いや裸は関係ねえのよ。違う15分の55分にしよう。いや違う、それおかしいよ。こんなパチンコハラスメント受けて。いや、してない。じゃあピックするわ。やめて。じゃあもうあの他の人に言いがかりつけないって約束する。うん、約束する。約束する。わかった。脱がされたって言わない。言わない。脱いだ脱いだ脱いだ。自分で。そうだよな、そうだよな、自分で脱いだな。警察のパトカーを盗んで。絶対に約束の誓い。男同士の約束。男同士じゃないのよ。あ、そっか。あの、うん、男と女の約束。うん、約束な。うん、脱がされた。よし、この相性とか。かな、こっち。あはお。最近さ、うん、ステーキが食べたくて、ウーバーで頼んで食べたけど、うん、あんまり美味しくなかった。ウーバーのステーキって本当に当たりと外れあるよな。やっぱ時間経つからなのかね。うん。冷めちゃうし。今 CPU ってどこに住んでんの？秘密。今秘密の場所に住んでんだ。アジトに住んでる。韓国に住んでるよ。うんかい。韓国はウーバーじゃないんでしょ、でも。あの、名前。あ、アプリ？うん、アプリ。あ、違うね。ウーバーはあれじゃなかったっけ？なんか、アメリカとかも使えるアプリじゃなかったっけ？そうなの、アメリカもウーバーなんだ。違うかな。なんかね、場所によってね。そのウーバーのアプリさ、うん、タクシーも呼べるよね。ね、アプリだと、ウーバーだとタクシーで、ウーバーイーツだとご飯。ああ。もともとはタクシーの会社らしいよ、ウーバーって。だよね、僕アメリカ行った時、うん、アメリカのタクシーらしい、そもそもが。キャリフォニア。ああ、キャリフォニアね、いい場所だよね多分。行ったことある？もうもう、大体行ったことあるよ。大体？うん、ユナイテッドステイツね。キャリフォニア。やっぱピザだよね、あそこのイメージは。もうアメリカはピザ、ハンバーガーのイメージが強すぎる。ピザ、ハンバーガー、コーラだとね。うん、実際本当にそうなのかな。でもめっちゃ食べるらしいよ。なんかイメージ、なんかそのあ、ね、海外のアニメとかでもほんなんかそういう感じだよね、表現。やっぱピザにはコロだぜみたいな感じだもんね。韓国はあるの、そういう、なんだろうな、ファストフードというか。え、もう一緒じゃないかな、韓国も。マクドナルドとかケンタッキー。うん、あ、全部あるよ。KFC も、まあ、マクドナルドも。チーズ入れてるやつめっちゃ流行ってたわ。流行ってた、流行ってた。ヤンニョムチキンね。あ、そう。焼肉とかのイメージあるな。焼肉、うん、サンギョプサルじゃない？サンギョプサル。あー、サンギョプサル。トッポギ。トッポギね。トッポギ終わった？終わった。トッポギ。トッポギなんだ。トッポギ。トッポギ。サランヘヨ。サランヘヨ。ポッポジュセヨ。ポッポジュセヨよりは。あ、そう、教えてもらったのはなんだっけ、うん、イベントで1対1で話すことあって、ポッポジュセヨよりもなんかもっと使うやつあるよって言われたんだよな。なんだっけ、あ、ヘジュセヨ。あ、ポッポヘジュセヨね。あ、ポッポヘジュセヨとかの方がまだポピュラーって聞いた。ポッポしてくださいね。うん、チューしてくださいね。チューしてください。みんな捕まったかな。みんな無事か。あ、捕まってるな、これ多分。え、本当に久しぶりに負けたな。始まってない。あ、全然捕まってなくね。まだ終わってない。まだ終わってない、ね、今からす長い。今からじゃあ行こっか。スケボー持ってる？持ってない。おんぶして。オッケー。はい。わあ。